皆さんおはようございます。神戸メイクアップマイスター結城ルミ子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日は桑田佳祐さんのオリンピックのテーマソングに乗せてこの曲の間で全てやっていきたいと思いますので最後までよろしくお願いいたします。さあ今日はクッションファンデだけで終わってます。さあ今日何をするかと言いますと、今もうコロナの影響でもうマスクですよね、外出マスク、もうこの目から下っていうのはほとんど出さない状態が出さない時間帯が多いですよね。となるとやっぱりこの目元を、きちっと作っていかなくちゃいけない。目元をちゃんとすることによってメイク下感を出さなくちゃいけない。でそこでまあちょっとここ最近ちょっと疑問というか質問をよく受ける部分で、お粉はいりますか、お粉はやっぱりつけた方がいいですかっていう質問を受けるんですね。私の答えとしては絶対お粉はいります。なぜかというとまあ、クッションファンデでツヤを出すっていう部分はいいと思います。ただ全部粉を塗れというわけではないんです。部分的に粉は必要です。はい。そこで絶対必要になってくる部分がこの目なんですね。で、このクッションファンデ、つけた後にすぐこのペンシルで持って眉を描いてしまうと、綺麗に描けないんですよね。そしてまた落ちやすいんですね。で、このペンシルに、そのクッションファンデのリキッドが溜まってしまって全然こう色目が出てくれない。そういう時に必ずパフはやっぱりいりますね。でそこでパフの使い方なんですね。でよくよく私はね、手法を、皆さんの普段の手法を見させていただくんですけれども、ほとんどの方がこのフラットのままでパフをつけている。いやいや、パフはねこう柔らかく折ったりね、縮めたり、いろんな形ができるんですよ。そこをねちょっとね、手法を変えるだけで、しっかりとパフが乗ってくる方法を今日やっていきたいと思います。はい、折り込みますね。広い面積をこのままね、フラットのまま円のままやっていただけたらいいと思うんですけれども、この眉のあたり、そして小鼻であったりとかは必ず折りましょう。はい、粉をねつけていきますね。で折っていきます。でこの折ったらちょうど眉の形の上にちょっと乗せれますよね。必ずクッションファンデで終わった後粉を乗せます。そして目元、このまぶたね、今左側、皆さんから見たら右側だけありましたけど、この左側見てもらうと、クッションファンデこのまま、またパウダーリーファンデーションこのままでいくと、だん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 ね、エイジング年代になってくると、ここに粉が溜まってくるんですね。その溜まりも防ぐっていう意味もあって、必ずまぶたの上にまずパフを、粉を、パウダーを置いてからアイシャドウを塗ってください。はい、こんな感じでね。あとここですね、T ゾーン。ね。T ゾーン、特にやっぱり小鼻っていうのは一番皮脂が出やすいところ、こういうところもしっかり押さえていきましょう。はい、あとこの辺りはねちょっとテカるなと思ったところはこういう形で押さえてもらって、でここのねちょうどこめかみの辺りはちょっとツヤ出したいなという形で残してもらったらいいかと思います。でその完了して終わった後に、眉毛の方を描いていったらいいと思います。このね、私はファシオのねこのねちょっと太めですよね、太めのこのペンシルタイプをね、もうふわーっとね、この今ねもう伸ばしちゃってるので、ほとんど描かなくていいように感じしてるんですね。で眉尻だけはやっぱりこの細めのペンシル言いますね。はい、今日はキスミーのねペンシル、剣ペンシルを使っていきます。はい、私は最近はねちょっとね丸球状に平行から少しちょっとね眉尻を軽く落として、こう丸を意識してこんな感じで描いてますね。はい、であとはまあアイブロウマスカラしてもらったらいいと思うんですね。でアイシャドウもここのところですね、今しっかりパウダーをのせたので、その上からアイシャドウを塗ってもらったらいいかなというふうに思います。はい、今日はねちょっとね笑い文字さん描いていただいた私のね絵をね飾ってやっておりますけれども、はい、アテニエのねトーンアップカラーをこんな感じで、今日はもうねで雨が降ってて出かけないのでね、もう簡単で、はい、
こうすることによって、時間が経ってもアイシャドウも落ちず、アイブロウも落ちずに過ごすことができるので、ぜひやってみてください。はい、今日も綺麗に終わりました。また次回元気にお会いしましょう。さよなら。